悪い奴らは、松本清張の長編小説。週刊新潮に、連載、過失訂正の上、1961年11月、新潮社から単行本として刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。医者の社会的権威を利用して犯罪に手を染めてゆく、医師と、その人間関係を描く、長編ピカレスクサスペンス。 1980年に小築で映画化、また4度テレビドラマ化されている。戸谷真一は、ある病院の院長、病院の経営は苦しく、赤字は、毎月増えるばかりであったが、妻、慶子との別居中に作った愛人から、金を巻き上げては、赤字の穴埋めに当てていた。最近新たに、デザイナーの牧村孝子を知った戸谷は、彼女に強い興味を持ち、 結婚に持ち込みたいと思うようになった。そのためさらに多額の金が必要になったが、その金も愛人から絞り取ることで乗り切れると、戸谷は考えていた。しかし、愛人の一人である横ぶたつ子の病婦の急死に思わぬ関わりを持ったことから、戸谷とその周囲の人間の運命は狂い出し、単行本観光後、1962年に新庁舎、ポケットライブラリー版、 1966年に上下巻に分撮した新潮文庫版が刊行された。1970年に公文社のカッパノベルスから上下巻の分撮版が刊行され、1971年には文芸春秋の松本成長全集第14巻に収録された。以下は原作における設定を記述。1980年6月28日に、 小竹系にて公開された。小竹キリプロダクション第1回提携作品。英語題名、バッドソーツ。上映時間は129分。牧村隆子のその後に関して、原作にないエピソードがラストに追加されている。現在は DVD 化されている。松本成長スペシャル、悪い奴らは、1985年4月2日に、日本テレビ系列。 火曜サスペンス劇場で放送された2時間ドラマである。主演は古谷一行。視聴率は22.7%。当初、戸谷新一役は田村正和が演じる予定であったが、クランクイン初日に田村が緊急入院、ドクターストップがかけられた。これを受け、休暇中の古谷一行が、急遽戸谷役を演じることになったが、このことが2002年放送の 松本清長スペシャル、事故まで、同枠の松本清長原作ドラマ計13作に、出演する契機となった。キャストスタッフ、松本清長特別企画、悪い奴らは、2001年4月8日に、BS ジャパン、BS ミステリーで放送されたテレビ東京、BS ジャパン共同制作の2時間ドラマである。地上波では、二千一年四月十八日に、テレビ、東京系列、 女と愛とミステリーで放送。主演は、豊川悦司。氏。キャストスタッフ、松本清張、最終章悪い奴らは、2007年1月19日より3月9日まで、ABC テレビ朝日の共同制作により、テレビ朝日系列で毎週金曜日21時21時54分に放送された連続テレビドラマである。主演は、米倉良子。2004年の、 松本清張黒川の手帳2006年の松本清張獣道に続く三部作の最終章と位置づけられており本ドラマの主演も米倉が務めた原作は病院長戸谷真一を主人公とするが本作では主人公が米倉演ずる看護師寺島豊美に変更されている映像ソフトとして DVD ボックスが発売されている キャスト以下、カッコ内は、出演話数スタッフ放送日程をクレネット教区、松本成長悪い奴らは、2014年3月16日に、BS 日テレで放送された2時間ドラマである。BS 日テレオリジナルドラマ作品と名打ち、放送された。キャストスタッフ、ありがとうございます。